安田さんは週に一度あるアパートに通っています。ニューヨークのクラブシーンで個性派として知られるモデル兼パフォーマー、アマンダ・ルポール。アマンダはオーソドックスなデザインも巧みにこなす安田さんの技術に大きな信頼を置いています。ネイルアートが生まれたのは1970年代のアメリカです。続々とネイルサロンが生まれ、爪をさまざまに飾り立てることが一般化していきました。こうした流行が日本にも上陸。90年代になるとストーンを散りばめたり、立体的なデザインなどいろいろな手法が生まれ、独自のスタイルが発展しました。そんなネイルアートが大好きだった安田さん、専門学校で学び、名古屋のネイルサロンで働き始めます。そして本場のネイルアートに触れてみたいと旅行でニューヨークを訪れたことが大きな転機となりました。空港に降り立った瞬間にもうなんか何とも言えないなんかエネルギー感っていうか、街にいるみんなの全員がなんか夢があるような感じがしたんですね。でもなんかどうしてもここに住みたいと思って。一方でニューヨークのネイルアートは意外にオーソドックスなものが多く、日本流のデザインは必ず受け入れられると感じました。2年後にスーツケース一つで渡米。狙い通り安田さんのネイルアートはニューヨーカーの心を虜にしたのです。安田さんに花が日本のネイルアートの基本を教えてもらうことになりました。うまいうまい、いい感じです。日本ならではの 3D アートと呼ばれる立体的なデザインに挑戦。花は一番簡単なハート型を教えてもらいました。でもなかなか綺麗な形ができません。それでも安田さんに教えてもらいながら初めてのネイルアートを完成させました。思ったより難しいです。これ見た目はすごい簡単そうに見えるんですけど、私もネイリストになりたての頃は 3D アートがすごい苦手で、1個作るのに10分とかかかったりしてた。そうですか。少しずつ名前が知られ始めてきた安田さん、さらにその上を目指すチャンスが巡ってきました。この日やってきたのはあるファッションデザイナーとのミーティングです。世界が注目するファッションイベント、ニューヨークコレクションにネイルアーティストとして参加することになったのです。安田さんを抜擢したのはラクアン・スミス。今最も期待されているニューヨーク若手デザイナーの一人です。ラクアンの今回のコレクションのテーマは18世紀パリの宮廷ファッション。当時の豪華なドレスを現代風にアレンジします。その作品に合うネイルアートをデザインしてほしいという依頼です。
I don't know if you like so it, but these would be just, on the nails. Yeah. I love the fact. And I mean, the fact that they're like teddy bears and like little horses, that's so, cute. So I think if we could just pile them on a nail, mm-hmm. however you possibly can. Mm-hmm. It would... 準備作業が始まりました。ファッションショーの当日は作業時間が取れないため、あらかじめ付け爪を用意することにしました。必要な数は合計で200。全部が細かい手作業です。サロンでの仕事が終わってから、睡眠時間を削って作業を続けています。安田さんが考えたデザインは3種類。これは金色の飾りをふんだんに使ったデザイン。これは1ドル札の模様を切り抜いて作ったもの。退廃的な宮廷文化の雰囲気をイメージしました。こちらには2色のラインストーンを散りばめることにしました。これ大変なんですよ。多分3、40個ついてると思うんですけど。いよいよ当日、安田さんが会場となっているホテルに到着しました。ファッションショーはこのホテルの宴会場で行われます。来ました。昨日は一睡もできなかったという安田さん、200個のネイルアートを無事に完成させました。開演前の忙しい時間の合間を縫って、モデルたち一人一人にネイルをつけていかなければなりません。テスト作っといてって言ったのに、多分フィッティングのとこで一緒にやるかも。手際の良さ。